い、皆さんこんにちは、モンガです。今日はですね、明日ジュースジュースの新メンバーが発表されるっていうことで、私新体制って金沢さんがリーダーになるだけだと思ってたんですよ、勝手に。じゃあまさかの新メンバーということで、リアイちゃんなのかなって思うんですけど、でもあの髪の長さ的にはリアイちゃんじゃなさそうだなみたいな、でもちょっとリアイちゃんかなと思うところもあり、さらに分かんなくてドキドキなんですけど、14日の21時から発表っていうことなんですけど、私14日はちょっと東京に行ってるので、帰りの新幹線でその発表が見れるかなって感じで、今すっごいドキドキしてるんですけど、その21時からの発表でリアイちゃんだったらもうジュース確定だし、もしリアイちゃんがジュースジュースだったら、なんだろう、ジュースジュースめっちゃ最強になりません？なんかでもなんかゆかにゃんの、まあポジションっていうわけでもないけど、ゆかにゃんが卒業したところに入るって感じだと、リアイちゃんは違うのかなとかちょっと思いつつ、ちょっと可愛い子が入るのかなって。リアイちゃんも可愛いんですけど、リアイちゃんどっちかというとこうスキルというかスキル面みたいな感じの印象があるから、リアイちゃんじゃなくてこう可愛いを持ってる、歌とかよりそのキャラクター性の可愛いを持ってる子なのかなってちょっと思ってるんですけど、まあね、なんとも言えないのが現状で。でね、明日ジュースジュース新メンバー多分一人だと思うんですけど、一人入るとして、私の予想だと、まあリアイちゃんかなって思ってるんですけど、でもあえてもしかしたら髪の毛短めだったから、北海道の研修生だとなんかそれぐらいの髪の毛の長さの子がいた気がするんですよね。なんか佐藤ひかりちゃん、いやでも佐藤ひかりちゃんでも髪質的に違うかったから、工藤ゆめちゃんにしてはちょっと長い、短いかな。私的にはちょっと工藤ゆめちゃんなのかなみたいな思ってるんですけど、ハルプロ研修生だと私的にはでもリアイちゃんの可能性もあるけど、リアイちゃんにしてはちょっと髪の毛が短いのかなみたいな、最近切ったけどってちょっと思ってて、思ってる節があり、うん、でもこう見ると種永しおんちゃんとか斉藤まどかちゃんではなさそうでしたよね。種永しおんちゃんか松永りあいちゃん、服的には松永りあいちゃんっぽいような服、勝手にね、あの用意された服かもしれんけど、松永りあいちゃんかなってちょっと思ったり、でもりんちゃんではないかなって思ってるので、なんとも言えないんですけど、でもまあジュースに新メンバーっていうことなので、まあマナカンが入ったけど、でもこう研修生からってなるとヨルちゃん以来になるので、こうちょっと妹感のある子がやってくるのかなと思うと、それはそれですごい楽しみですね。まあ今がねちょうど後輩が育ちやすい時期ではあると思うので、モーニング娘。も、まあ、アンジェルムも新メンバー加入したし、ビヨンズもできたし、あとはまあジュースジュース新加入っていうことでね、まあ今結構お姉さんになってるメンバーが多いからこそ、今後輩がすごく育ちやすい時期なのかなと思うので、私は新メンバーがこうどう化けていくのかとかやっぱりすっごい楽しみなので、そこがねすごい気になりますね。と皆さんコメントで誰が入るのかとか予想をしていただけると、今回もね予想動画になっちゃうんですけど、予想していただけると嬉しいです。そのジュースジュース決まるじゃないですか、21日決まったら、まあその金曜日に出る動画でもどこでもいいので、なんか感想とかすごい、私も皆さんの感想すごい聞きたいので、コメントしていただけると嬉しいです。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。